河野太郎、答弁で所管外12回繰り返して大炎上、報じた TBS にはこういう印象操作するんだの傲岸不遜。河野太郎デジタル大臣は衆院予算委員会で外相当時の事実関係や原発政策について野党議員に聞かれ、所管外との答弁を12回繰り返した。 TBS の記者が答えられない、あるいは今の所管から外れる質問内容でももう少し丁寧な言い方があるだろう、総理を目指す政治家ならばなおさらとツイートすると、河野氏は閣僚は所管外のことに答弁できないという基本的なことや、この時間に質問者から呼ばれていた厚労大臣は何も聞かれず待ちぼうけになったことには全く触れてない、TBS ってこういう印象操作するんだと噛みついた。はい、島田先生のツイッターです。こんな性格の歪んだ男を総理総裁に担ごうとする議員が相当数いるのが自民党の現実、安倍首相を失った痛手は大きい。あ、じゃあついてた24番も続けてお願いします。はい、2020年6月、当時防衛大臣だった河野太郎氏に謎の気球がまた戻ってくる可能性を質問すると、気球に聞いてくださいと回答したのを受けて、真摯さのかけらもない、こんな深い極まりない男が首相候補というに首相候補という国は日本だけだろう、河野グレ太郎と呼んできたがグレタさんに失礼だったこれね、島さんに、ね、聞きたいんですけど、所管外12回繰り返して、そのデジタル大臣だからうんうんということはあるけど、その前に衆議院議員河野太郎でもあるわけですから、何がしかの関係があったら何か答えようがあるはずですよね、うん、あの 別に職務について聞いて、所管の話を聞いてるわけじゃないんだから、衆議院議員としてどうだったのか、政治家としてどうだったのかと聞かれりゃ答えだければいいだけの話じゃないですか、うん、それは所管外と12回繰り返って、もう本当に傲岸不遜を絵に描いたようなやつだなと思いますよね、うん、これあの逆にね、あの首相を目指していると称する河野氏にとってはね、はい、所管外以外のことも聞いてもらえるっていうのは、自分がいかに広い範囲をカバーできる、いいことを言う人間かアピールするチャンスなんですよ。あ、なるほどなるほど、うん、自分で全部潰してね、うん、もういかにもあこいつ性格が歪み切ってんなという感じの答弁をしとると、うん、でこれは TBS があのニュースにしてる映像 YouTube で見ましたけどね、あの TBS にしては珍しくしっかりした報道したなと思うんですけれども、うんうんうん、だからね、そのテレビカメラの先では国民が見ててね、この 野党の質問でも、あこれ河野がどう答えるのかと、例えば原発問題ね、はいはい、あんたどう考えてんだと、うん、これみんな聞きたいことですよね。そうですよね。でこうあのよく河野氏を支持する議員なんかはね、いや河野さんはもうその原発廃止っていうのは封印してますから、うん、大丈夫ですとか言うんですが、封印っていうのは首相になったら封を解いてですねそういうことですね、やるっていうことにも取れるわけですよ、うん、だからみんながですね、あ河野お前原発問題今どう考えてんだと一番聞きたいところなんですよね。それを所管外ですと、あ、まあ、それだけでこの男は首相の資格がないと、うんうんうん、断言せざるを得ないですね、うん、あ有本さんね、だからそういうあくまで予算委員会で聞いてるのは国会議員が聞いてるわけですから、そしたら河野さんもそれは所管外のことではありますがと言って、うん、私の考えではって言えばいいだけの話じゃないですか。そこは答え方ありますよね。答え方ってありますよ、所管外って、うん、それに対してのね、それを思い出すのは外務大臣の時なんかも、うんうん、はい次でしょ、うん、はい次、ね、はい次、はい次って答えないで、うんうん、もう本当失礼で極まると思いますよ、うんうんうん、それで総理大臣だけになりたいって よくそんなこと言えますよね、本当にね。いや本当総理大臣になりたいんだったら、ね、今島田先生がおっしゃったように全ての事象について答えるわけじゃないですか、うんうん、それの準備をさせてくれてると思って、うんね、うん、あ今おっしゃったけどこれは自分の所管外で簡潔に答えますけどとかね、うんうん、そういうふうな言い方ってあるじゃないですか。ありますあります。やっぱこれ人間性の問題じゃないですかね。人間性の問題ですよね。河野さんは一回ならずとも、もう結局ずっとじゃないですか。同じことやってますよね。うん、同じだから、ね、同じことをね。だから変わらないんですよ、この人も、ね。で、言えば言うほど、やれば やるほど、うん、こいつはダメだという印象しかもみんな持たないから、結局自分で損してるわけですよ。そうなんですよ。それすらわからないのかって話ですよね。うん、
まだ河野洋平の方が感じよかったなと思うんですね。いやそれはまたどうかは分かりませんが、そしてこの河野太郎の盟友の山本太郎ね、うん、まあ、どうしようもない男なんですが、うん、山本太郎の方がまだね、ちょっと感じはいいなと、まあ、ちょっと底辺の争いですけどねまあ河野っていうのは、いや今の日本の政治家の中でね、うん、最も不快感を覚えるのはね、そうですよね、私は蓮舫氏とか辻元清美よりもっと不快感を覚えますよ、うんうんうん、いやそれであのこういう時は所管外と言いつつ中国の報道官とは自撮りしてるわけです、うん、そう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 、あれでちょっとねこれはねあれひどかったですね、のということですよ ね、うん、ね、本当ですよね、そういう中国相手に、中国報道官相手にやってほしいですよ、ね、あれは外務大臣の時だからやってはいけないことですからね、いや本当ですよ、うん、あれは笑い話じゃないんですよ、で韓国の外務大臣にもね、うん、非常にフレンドリーにやるとか ねそれが外務大臣の時あの王毅外相と握手した時ね、王毅はふんぞり返っとるわけですよ、そう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 、河野は後ろにて召使いみたいにね、お辞儀しながら握手してるので、しかも日本のね、あの国旗、中国の国旗が背後にあるんですよ、でこれバッチリ中国のメディアに撮られてね環球時報とかにそれもう一面に載せられてるんですよ、だからね、特にね日本の国旗があるような場ではね、まあ、しっかりこう姿勢を正して、うん、中国の相手に対してね、 お前がお辞儀しないならこっちもしないと、基本でしょ、うん、そういうのも分かってない、中国に対してはヘラヘラしとるっていう ね、うん、そうですよね、まあ、最低ですね、うん、はい、時間の問題があるので、れいちゃん26番読んでください、はい、はい、成田雄介、高齢者は集団自決した方がいい、ニューヨークタイムズが発信報じて世界的大炎上、この上ない、この上ないほど過激、高齢者は老害化する前に集団自決、集団切腹みたいなことをすればいいといった主張が物議を醸している。この問題がついに海外へも飛び火、2月12日付の米紙ニューヨークタイムズが成田氏の集団自決切腹発言についてこの上ないほど過激と報じたのだ、報道したのだ。ニューヨークタイムズの報道を受け、イギリスのデイリーメール、テレグラフ、ドイツの週刊誌、シュピーゲルなども次々に後追いし、世界的に炎上状態となっている。これね、僕はその成田雄介さんという人は全然知らなかったけど、あれ、島田さん、どこの大学の先生でした？アメリカの大学ですよね。あのよく知らないですが、確かそうです、ね。確かそうですよ、割と有名な大学の、うん、まあ、教授じゃなくて、助教授じゃなくて、今何て言うんでしたっけ、准教授です、準教授らしいんですが、うん、それにしてもね、こうで後になってこの成田さんという人はそれをあの比喩で言っただけというこれ比喩になってないですよ、だって高齢者は集団自決か切腹しろってで切腹って書くからニューヨークタイムズとかアメリカのメディアがバッと食いつくわけですよ、うん、こんな時代錯誤なことを言ってるやつがおるぞとして、それがアメリカの有名大学の准教授だぞって言ったら、もう2段階アップしますよ、トントンと、うんうん、で これはね、はっきり言って頭おかしいですよ、もう全然何の意味もなさないというふうに思いますよね、うん、はい、島田さんいかがでしょうか、まあ、あの社会科学系の大学教員というのはこの程度です、ね、あ L 大学ね、あの平均してこんなもんでね、うん、であのアメリカの場合も、まあ、社会科学系の大学教員というのはあの共和党支持者と民主党支持者の割合がまあ1対7とか言われててね、はいはい、圧倒的にまあ左翼系の教授がまあ多いんですけれども、まあ、この成田氏っていうのがどういう業績残してるのか知れませんけれども、まあ、これナチス的合理主義ですね。ああ、そういうことですね。いや、そしてあの高齢者は役に立たないんだから、あの早く死んじゃえということになればね、うんうん、じゃあ要するに障害者だとかもですね、お前らあの費用をかけてるだけなんだから集団自決しろという話にこれストレートにつながるんですよ。全くその通り。まさにあのヒットラーの発想であって、ね、はいはい、まあだからあの、まあ、こういうのもまあ大学には結構いるってことなんですよね、うんうん、しかしそれでもさ、イェール大学といえばアメリカの中ではナウテノの名門校じゃないですか、うん、っていうつまり生徒というか学生は大変優秀な人たちがいっぱい集まるところ、そこで教えてるっていうところがもう信じがたいんですよね、うん、何を教えてるか知りませんが、うん、それにしてもちょっと驚きますよね。あのイェール大学、まあ、私はある程度してるのは、まあ、法学部系統ですけどね、はい、あ、保守の立派な教授もいるんですが、はい、やっぱりハーバード大学みたいにね、ハーバード大学というのもこれ左翼の牙城ですけれども、うん、基本的にやっぱり左翼的な教員がね、うん、あのその自然科学の方は知りませんけれども、うん、やっぱりアメリカの大学も多いんですよね、うん、ハーバードなんかもそうですよね。ハーバードなら完全に左翼の牙城ですよね、ええ、本当ですよ。
ね、はい、有本さんどうですか。いや、僕今これ ABEMA TV での今ね、このどういうふうに言ったのかなと思った。本人はあくまでなんていうか物理的な切腹じゃなくて社会的な切腹でもいいと言うんだけど、やっぱり海外から切腹っていうのはね、そういう食いつきますよ、比喩が悪いですよね。まあ、そうです、ええ、うん、この方、いや、要するに島さんおっしゃったように年寄りはもう早く死ねと言ってるわけですよ。これじゃあバイデンに言えばいいじゃないですか。バイデンに言えばいいですよ。だって引き際が大事だってこの人言いたいんだったら、うん、バイデンみたいな人は早く引き際がいいと、うん、ね、集団切腹なんとか集団とかじゃなくて、バイデンさん、あなたはいい加減そのね、うん、引きなさいとか言うんだったら分かりやすいですね。これを聞いて僕がすぐ想像したのはね、中国でね、そのコロナも蔓延、ゼロコロナが失敗してパッといきなり解禁したらすごい勢いで患者数増えたでしょ。あの時に中国政府がワクチン接種だって中国製だから、まあ効かないのかもしれないけど、それにしても60歳以上は打たないって言うんですよ、うん、60歳以下のやつしか打たないで、ということは年寄りは死んでくれっていう彼らも言ってる。つまり彼らの考えみんなもう同じですよ。 共産主義者ヒトラーもみんな この人にね、絶対ね、島先生と私たちが、ね、いつも毎週金曜日ご一緒してる田久保先生に会わせたいですよね。90歳になれても、田久保さんも90になる、ええ、ですけどね、うん、もうまだね、もう明晰ですよ、うん、本当に、うん、でまさにだから田久保さんのようにね、90歳でも明晰で非常にリーダーシップのある人もいれば、うん、もう若くしてね、老害とかしか言いようのない人間もいるわけでね、はい、この男自身もまず自分が自殺すればいいんですよ。本当そうですよね。腹を切れるんですよ、そういうこと。本当ですよね。本当にね、うん、まだ時間あり2分。じゃあレイちゃん1個戻って25番を読んでください。はい、三木慎一郎氏のツイッター、2023年2月13日、中国海軍が日本の領海侵入をした翌日に静岡県知事川勝平太は中国駐日大使の高元優と笑顔でツーショット記念撮影。この知事はどういう神経しているんだろうね。いや、どういう神経してるって、うん、川勝平太は自分は毛沢東主義者であるということを公言してるわけですから、それは極めつけの美中派ですよ。美中派というより中国の手先ですよ、こいつのが。そう考えたら全然何の不思議でも何でもないんですよ。だから駐日中国大使とはにこやかに談笑すると、ほら彼にしてみれば当たり前のことなんでしょうね、うん、だから中国のリニアより早く日本のリニア早く作らせないとかさ、それから太陽光発電なんかはもう地元がもう全員反対してるにもかかわらず強行するとか、日本人じゃおそらくないというふうに思った方がこれ分かりやすいんじゃないですかね、うん、おそらくね。あ、島さんなんかご意見。この前川勝平太氏に関しては、まあ、この番組でね、まあ、何度も批判的に批判してるんですが、うん、まあ、この男と、はい、沖縄のデニーね、うん、この二人が、まあ、安倍さんの国葬儀、出席拒否したわけですけど、ああ、そうだそうだ、まあ、デニーっていうのはもう歩く軽薄っていう感じですけれども、うん、まあ、この川勝氏、まあ、本当にね、こう、まあ、歩く、まあ、美中であり、うん、もうここ性格のね、悪さが、うん、もうはっきり顔、まあ、表情に出てますよね。出てますよね、うん、はい、レイちゃん最後の告知をお願いします。はい、告知どこだ、ここだ、はい、はい、この後はメンバー限定ライブです、はい、ここから先は一般公開では扱いにくい情報に触れます。月額490円のメンバーシップレベル1に参加して続きをご覧ください。また文化人放送局ツイッターアカウントのフォロー、そして文化人デジタルにアカウント登録お願いします。最後にこの動画のいいねボタンのクリックもお願いします。はい、皆さんありがとうございました。